こんにちは、あいさ先生です。多分編集でもごまかしきれないすっぴんなんですけど、今からですね、ドゥルルルルルルル教室の机を作っています。1個のね、勉強机を作るのにどれぐらい大変なのかっていうのをね知ってほしいわけですよ。っていうのは、建前で153センチの私が一人で机を作るのは何分かかるのかっていうのを結構ガチでやっていこうと思うんで、応援よろしくお願いします。ということで行ってみよう。アリサ塾無料体験大募集中です。イエイ。本気ですか？パンパンですよ皆さん。実際にね、机を作っていきます。これが、よいしょ、まあね、塾にいる子は分かると思うんですけど、自習机がすべて入ってます。どんぐらいで作成できるかな、頑張ってみましょう。まず開封の儀式から。もうこれ作るのなんてね、何回もやってますから、まあ、慣れたもんなんですけど、緩まないように頑張っていきますよ。こんな感じになってるんですけど、今から太陽ソル板を取り外していきたいと思います。よし、じゃあ場所を移動しました。よし、ソル板取りますよ。あとは中身を取りますので、よし、頑張るぞ、ね、板一個一個にしてしまえば余裕ですから。いろんなデスクがね、あるんですけど、私はやっぱりこのパネルデスクが好きで、ちょっと一番安いやつよりは少し値段が上がるんですけど、やっぱ引き出しついてるんですよ。で、やっぱり勉強するときって引き出しを欲しいじゃないですか。参考書とかね、取り出して絶対にあった方がいいから、なんか今回ちょっと引き出しなしにしようかなって一瞬思ったんですけど、よいしょ、引き出しありで作っていこうかなと思います。よいしょ、板のね、取り出しが終わりました。熱っ。いや、今日痩せるな。最近運動不足なんで、ちょうどいいかなっていう感じです。基本的にはこのネジがすごい大事で、もしね、同じものを組み立てる人は、電動ドライバーがないと結構詰むんで、電動ドライバーを推奨します。私も今日ありますよ。よし、じゃあ行こうか。説明書一応も。第一工程は、左右にこれをね、つけていきます。もう得意です。1,2,3,4,5,6,7,8。今回作ったら40個目とかになるんじゃないかな。マジ得意なんですよ。よし、やってこそう。下にね、これやって作業でいいんですけど、床を傷つけないためのものをつけています。応援が来るまでに4つは作り上げたい。そこから一気に加速したい。で、次に、ドライバーでつけていきます。
フライ1工程終わりました。ちょっとね、このドライバーの威力が弱くて多分充電が足りないんで、ちょっと切り替えしていきます。あ、ちょっとほんとね、顔があれなんで何も作ってないんで申し訳ないんですけど、かっこいいやつに変えました。こっちの方が早そうですね。じゃあ2つ目は幕板にカムシャフトを取り付けると、これも作業としては一緒ですね。またこれをはめていきます。逆だ。あ、めっちゃやりやすい。全然違う。全然違うな、これ。よし、これいいかな。1個足りないかも。あ、1個足りてなかった。1,2,3,4,5 10本ですもんね。1,2,3,4,5、うん、ここだ。よし、OK。 で、今これどうなってるかっていうと、まあ、板にこうやって釘を打ってる状態なんですけど、これが出っ張ってて、最終的にここ差し込んだ時にここが引っかかりになるっていう大事なやつです。だから、あの、絶対に電動ドライバーで硬くしとかないと引っかかりが甘くなってしまうので、ここから組み立てていきます。さあ、ではここから一気にね、スクエアっぽくなってきますよ。ということで、旋盤、あら、これか。これをつけるよ。向きがどうだったっけな。そうね、おいよ。シールが貼ってあるんですけど、それが下にないのと、このくぼみが奥側になるようにしないといけないから、こうだ、こうですね。こうやってで、はまるはず。よいしょ。これ本当は、これ、あの、一人でやらない方がいい。これ本当は誰かとやった方がいいんだけど、立ち合いで一人でできんこともない。穴がね、あるんですけど、おお、あら、穴にはめ込まんといけない。いけるかな。でもその流れで、あ、裏から見ると分かりやすい。穴があるから、そこ目がけないといけない。だから、あ、そっち取れると話が違う。そっちが取れると、話が違う。よいしょ。よし。と、よっしゃ。できた。はまったら、見えない。後で教えます。マリンのはめます。丸いのを押し込んで、これで回す。あ、これ六角か。なんか様子がおかしいと思った。ちょっとこの状態で不安ですが、六角レンチ。あ、いいね。ロックが右に回すとしっかりかかってる。いいですね。よし、こうやって立ちました。こんな感じ。仕切り板ですね、こちらです。これをはめていく。で、これは木のこういうのがついてるから、
もうポスッとはめ込むだけで十分です。よいしょ、よし、簡単。ほんだら、じゃあ次の工程に行きます。これ引き出しを作ってるから、引き出しの下側をまたくっつけます。よこせ、ね、あー、わかるかな。ここにダボが出てるんで、ダボって言い方合ってるんかな。それはいいや、職人じゃないし。だからそっち側へ剣、こっち側知らんかなってね。で、よいしょ、はめてく。で、これもネジをめがけてね。よし、あとだ。いや、完成近いぞ、これ。きたー、シンデレラヒット、最高。ほら、塾の子なんとなく分かってきたと思うんですけど、そう、いつも使ってるあの机がどんどんできてきてるやろ。シンデレラヒット、ほら、ここがシンデレラヒット、グーってちゃんとなったから。やっぱね、もう40個目ぐらいやけん余裕。さあ次は結構えげつない作業なんですけど、あ、ダムロックやってなかった。これですね、これでちょっとロックつけるの忘れてたんで。危ない危ない、ロックつけよう。じゃあ基本的に穴にネジがぶっ刺さった後はロックの儀式があるっていう感じです。はい、今後ともよろしくお願いします。よいしょ、熱、今日は痩せる、今日絶対ビール飲もう、絶対美味しい、楽しい一日になるな。オッケー、こっちも大丈夫かな。オッケー、よし。さあこれからかなり机になっていきますよ。結構大変な作業だったら頑張るぞ。よいしょ、この白をガチャンコさせるやつなんですけど、この軌道だけ最終的に天板をかぶせるから、そうだ、今こうやって勉強する感じなんですよ。だから、よいしょ、本当は横に向けてやらないといけないんですけど、乗せるのが一番楽。あ、どうだっけ、あ、じゃあ横に向けた方が楽なんで、これをゆっくり1、2、3と横にしてあげて。あ、でも何してるか分かんないよね。よし、あ、これやったら伝わるかな。これをくっつく、これが一番難しいんですよ、本当に。でもちゃんと合わせていくと意外と合う。お、ほら、やっぱ勢い、よいしょ、はまった、よし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 、よし、ほんだらまたはめたんで、このロックをやっていきます。ちょっとハマったと思ったんですけど、やはりちょっとずれちゃったので重力を使って押し込みます。入れよ、万有引力。うわー、うわー、わー、マジマッチョ。よいしょ、頑張れ。私この作業ってね、怖いんですよ。怖いけど頑張る。よし、だから二人でやるのがいいです。でしょ、その勢いで一人でできるのがいいけど、でもまだ素人なんで。来た、オッケー。少々声が荒れてますが、ロックしていきます。なんかこういう時に、なんかみんなまた喜ぶんだろうなって考える瞬間がすごい楽しくて、本当になんか私6年目なんですけど、こうやって机作業するのは、あ、まあ、絶対めっちゃ3年目か、
3店舗目なんですけど、こう作ってる時に本当になんか作ってくれる子のことめっちゃ考えてて、なんか初めて塾を何坪ぐらいやったかな、15坪ぐらいのところから39坪に移転したときに、絶対自習室を作ってあげたいと思って移転したんですよね。で、その時からこのデスクを採用していて、で、作ってすんごく大変で、初めてだったから。だけど、できた机をなんかパタパタみんなして可愛くて、それがあってからやっぱ作る作業悪くないなってなりましたね。これはもう結構完成近くない？今ここ、あと背中作るだけ。もう完成間近ですよ。背中の板をつけます。まずこれを、あー怖い、これでダンってなりそうだから、ゆっくり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 、よーし、オッケー。この板を上からかぶせます。向きはですね、ここのちっちゃい穴が、ここに見えるかな、ここにちっちゃい穴があるんですけど、それに対応するようにぶち込めば大丈夫です。ぶち込むって言い方よくないな。よいしょ、いきますよ。これがね、最後だから。よくぞ一旦適当に置いて、いつもやる作業いきます。腹筋、どうぞ。腹筋がこれでしょ。ほら、よいしょ。あー、やばい、筋トレ足りてない。弱くなってる、情けない。よいしょ、ちょっとお見苦しいところをお見せいたしますね。よいしょ、足も攻めます。それではよいしょ。あ、こんにちは。恥ずかしい。あ、置いといてください。はい、いつもありがとうございます。よいしょ。はい、ありがとうございます。めちゃめちゃ恥ずかしすぎてうまくいった。オッケー。異様な光景を見られてしまった。いつもお世話になってる高台ビルの方に。よし、変わった。私は、あ、ここで置いてる。そういう時も諦めない。慎重にどこが引っかかっているかを考えて押す。オッケーです。ありました。ほぼ完成だよ。じゃあ最後、これ、ああ、これをつけてやっていきます。完成しましたよ。ああ、めっちゃいい。誕生、ででーん、出来上がりました。よし、で、気合で一人でもやれます。けどちょっと危ないです。てりり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 。劇的ビフォーアフターのつもり。めちゃめちゃ音痴。でも、頑張りましたね。いい感じ。みんなお待たせ。はい、ということで、一個ね、ちょっと、机を作るっていうのをちょっと動画にしてみました。で、こうやって自分で机を作る作業をしたら、なんか自分たちが使ってるものって全て誰かが作ってくれたものなんだなってすごく感謝することができたんですよ。なんでみんなもね、塾の子見てくれてるかな、頑張って使ったからいっぱい大事に使ってね。落書きしたら泣いちゃう、いや怒る。ということで、じゃあ今日はこれで終わります。バイバーイ。あと7個頑張る。